田さん。飲みにくいんだよなこの薬。口直しに東を買っときました。ありがとう。日野さんのおかげで生きながらえてる。日野さんみたいな穏やかな人がなぜ新選組に入ったんですか。ああ、妻子を食わせなきゃなりませんからね。多少金でも貯まったら早くよした方がいいですよ。命を大切になさい。はい。でも沖田さんの下にいれば安心です。沖田さんこそ体を大切にしてください。私の命のためにも。沖田さん、局長がお呼びです。わかりました。総司、ゆうべ襲われたってのは本当か。本当です。どうして切らなかった。刀にね、これに血を吸わせたくなかったんですよ。ほう、見ねえ刀なんだな。どうしたんだその刀。ん、針前が研ぎにやった総集物が上がるまでって貸してくれたんです。ほう、菊一文字則宗ですよ。バカ野郎、刀惜しいんだってわけかい。針前もな、おめえに勝つ以上刃こぼれすんのは覚悟してるよ。どんな切れ味か試してみりゃよかったんで。ん、そんな気になれないですよ。ほら、虎徹や金貞に比べて人を切る顔してないですよ。そんなに惚れてるんならどうしよう、買ってやれ。総司が刀惜しんで逃げてたら新選組が弱くなる。まあ、そうよな。とんでもない。どっかの藩の重役が百両って値をつけたけど断ったと言ってました。とてもとても。まあそう簡単に諦めるな。何とかしてやる。俺についてこい。というわけでな、親父、どうしてもこの菊一文字が欲しいんだが、どのくらいで譲ってくれるかね。あたいでございますか。ああ、そうだ。されば10,000両。ほう、10,000両ね。手前が商売を離れ、惚れたあたいがそれでございます。いや、そのねえでも売りとはございません。ほう、売りたくねえってな、どういうことだい。沖田様がご就寝ならばすっぱり差し上げまする。この針間や銅箔、沖田様に惚れておりまする。欲しいと申されれば菊一文字もらっていただくつもりでございました。うん、なるほど、そういうことかい。いや、いかん。私なんかが持つ道具じゃない。何をおっしゃいます。こいつはゆんべ襲われてな、ところがこの菊一文字が惜しくて逃げちまったってわけよ。ほほう。だって菊一文字は700年生き続けてきたんですよ。折れもせず、損ないもせず、戦火に焼けもせず、持っていたものはみんな死に絶えても菊一文字は生きてきた。生きる価値を天から与えられたからです。それを私の手にあるときに損じたくない。ありがたく嬉しいお心遣いどす。さりながら
刀はお侍のお道具、つこて初めて生きるもんだぞ。沖田様のそのお心ばえなら立派に使いこなせましょう。困ったな、700年の命を私の短い命の間に使いこなせるかな。短い命、そうか、そう言ったのか。